さあ今度はルーマニアドブレ登場、ね、前回の1987年ロッテルダムの世界チャンピオンです。しかし規定で43位出遅れましたね。そうですね、落下があったんですね、団体平行棒でね、はい、ちょっと痛いミスですね。ソウルオリンピックも個人総合6位。そういうとこから考えますとロッテルダムの世界選手権が一番この選手は一番調子が良かったのかもしれませんね。そのロッテルダムではこの平均台でゴールドメダルとゴールドメダルを獲得している平均台です。ルーマニアという、まあ、国柄もコマネチ選手も思い出されますけれども、はい、平均台はもう特に素晴らしいですね。やはりトレーニングが一番多いと聞きますので、1日の練習でも30本40本という投資をするそうです。多い日はもう50本ぐらい、少なくても10本ぐらいは投資そうですから。これは背倒立と胸倒立と首倒立と交互にやりましたね、はい、最近は日本の選手もやるようになってるんですよ。着地は、ね、やはり3つの技をつなげてやるというのは降りは素晴らしいですね。高転跳び、それから